冷水臭で帯を代表する動物の一つ、羽織虫冷水湧出体とは、硫化水素やメタンなどの炭化水素に富んだ湧水が存在する、海底の領域のことである。冷水湧出域とも言う。また、冷湧水、あるいは単に湧水と言われることもある。ここで、冷水とは、熱水噴出口から噴き出す、数百度にも達する熱水ほどではないとするだけの意味で、あり、 周囲の海水より低い温度の輸出水という意味ではない。むしろ周囲温度よりわずかに高い場合が多い。しばしば塩水たまりの形態をとる。冷水輸出体は多くの固有種を含んだ生物群集を構成する。冷水輸出体は年月をかけて得意な地形を発達させる。メタン等と海水の反応により炭酸塩鉱物が形成される。 例えば、炭酸カルシウムの水和物であるイ、カイシの生成には、冷水流出体のメタンの酸化が関わっていると考えられている。この反応は、バクテリアの活動と関係している可能性がある。塩水たまりとなっている、海底窪地。冷水ー出体の種類には、以下のようなものがある。また存在する深度によっても区別される。冷水流出体は、 海底の地質活動によって亀裂が発生したところに、できる。石油やメタンが、地層中に拡散して、数百メートルの範囲に湧き出てくる。メタンは、天然ガスの主成分で、冷水流輸出体の生態系の基礎になっている。洋酸化細菌ベギアとアを含むバクテリアマット。サウスカロライナ沖のブレークリッジ。赤い点は計測用のレーザー光線。 冷水流出体に住む生物は極限環境生物として知られている。冷水流出体及び熱水噴出口での生物学的な研究は微生物と大型無脊椎動物をメインとしてきた。中間の名誉ベントスについての研究はあまりなされていない。冷水流出体の繊維を考えてみる。この領域のエネルギーを最初に獲得するのはバクテリアである。 レース輸出体では、バクテリアは群生して、バクテリアマットを形成し、メタンや硫化水素、その他の輸出ガスの導化によってエネルギーを得る。塩水たまりの縁で発見された、海類群生。最初のステージにおいては、メタンは、比較的豊富である。流出体の近くに海類の群生が発生することがある。その多くは、深海ヒバリガイ属の海である。 これらは、直接には接触を行わない。その代わり、強制細菌が、メタンからエネルギーを得ており、そこから栄養を得ている。これらの化学合成栄養2枚以外は、冷水流出体の生物症の主要な構成種であり、主にキヌタレガイか、スキガイか、オトヒメハマグリか、ハナシガイか、イガイかからなる。これらの微生物の活動により、炭酸カルシウムが生成される。 それは海底に堆積し、岩石層を形成する。数十年後、これらの岩石に、シボグリヌム化のチューブワームが移植し、海類に混じって成長する。海類と同様に、チューブワームは、化学合成をする強制細菌に依存して、生存している。チューブワームは、環境から硫化水素を取り込んで、バクテリアに供給している。硫化水素は、 水中からだけではなく、チューブワームの林の根のような構造を使って炭酸塩の固着層からも吸収される。チューブワームの林には数百の個体がいることがあり、それは海底から1メートル以上も成長することがある。流出は無限に続くわけではない。ガスの流出が徐々に少なくなっていくにつれて寿命が短く、 メタンを多く要求する貝類が死に始める。この段階になると、チューブアームが、冷水流出体の主要な生物になってくる。地層に、硫黄分が含まれている間は、硫黄を吸収する。チューブアームは生存する。チューブアームの一種ラメライブラキアルヤミジーでは、こうした条件で250年以上も生存した、個体が確認されている。 冷水流出体と熱水噴出口の生物群はどちらもエネルギー生産を光合成に依存していない。これらの生態系は主として化学合成からエネルギーを得ている。双方には共通点が多い。以下のようなものがある。またどちらも通常高い後生動物の生物量と低い生物多様性を持っている。 これは基礎種の密度の高さによって説明できる。しかし熱水噴出口と冷水流出体では違っている点も多い。冷水流出体はより安定的だが、熱水噴出口の性質は不安定である。局所的な高温。温度、pH、イオン濃度、酸素濃度などの激しい変動。沈殿物がない場合があること。比較的短期間であること。また、 流量の増減や火山性の爆発などの予測できない条件があること。熱水噴出口が液変性で比較的短期間だけ続く環境なのに対し、冷水流出体の化学物質放出はゆっくりだが安定的である。冷たい温度と安定性のためか、冷水流出体の生物の多くは熱水噴出口の生物よりも長生きである。最終的に、 冷水流出体は活動を終え、チューブワームは姿を消していく。新しく露出した炭酸塩岩の上にサンゴ類が着生する。サンゴ類は海底からの炭化水素には依存していない。石サンゴ類、ラフィリアパートゥサの研究によれば、それらは栄養素を主に海洋表面から得ている。化学合成生物の役割は、これらの定着や成長に対しては、 非常に小さい。深海サンゴが化学合成生物に依存しているようには見えないが、それでも化学合成物がサンゴの存在を可能にしている。レース流出体は1983年、チャールズ・ポールらによってメキシコ湾の水深3200メートルの深海で発見された。それ以降、世界各地の海で発見され続けている。 それらはいくつかのエコリージョンに分類される。メキシコ湾、大西洋、地中海、東太平洋、西太平洋、北極海などである。また、モントレー湾沖のモントレー峡谷、日本海、コスタリカの太平洋岸、アフリカの大西洋沖、またアラスカ沖などにもある。発見されているうちで最も深い冷水流出体は、 日本海溝の水深7326メートル地点である、有事ム深海調査艇アルビン号。これによって、1983年メキシコ湾で、冷水流出体が発見された。メキシコ湾の化学合成生物群集は、20年以上もの、研究の歴史がある。特に、大陸斜面上部には、世界で最初に発見された、流出体があり。 おそらく一番研究が行われている場所である。発見当初の動物群は30年間変わらず存在し続けている。1983年、有人潜水艇アルビン号がメキシコ安東部を航行中に生物群が発見された。フロリダ海底崖の底の温度の低い塩水流出体を調査中に思いがけなくチューブワームや海類を発見したのである。 1984年11月、二つの化学合成生物群集がメキシコ湾で相次いで発見された。当時、テキサス A&M 大学が石油輸出の低成生態系に対する影響を調査していた。海底トロール中にチューブワームや貝類を含む大量の化学合成生物を発見した。それまでは石油輸出は生態系にとって 完全にマイナスだと思われていた。同じ頃、アメリカ海洋エネルギー管理、規制、執行局により、メキシコ湾北部大陸斜面の調査が行われた。調査会社が撮影した海底写真には1977年に大西洋で発見された、乙姫ハマグリ科の会が写っていた。この公開中撮られた写真の中には、メキシコ湾中部で、 最初のチューブワームの記録があった。これは1986年の潜水艇よって直接確認され、ブッシュヒルと言われるようになった。この場所は徹底的な音響調査がなされ、炭化水素の流出が確認された。この場所はチューブワームの密度と海類の量の多さ、および炭酸ジオ岩状の大量の石産後や深海産後が特徴的である。 ブッシュヒルは徹底的な調査がされていることでは世界でも有数の化学合成生物群集である。2000年現在知られているメキシコ湾北部の冷水流出体生物群集。埋蔵石油や天然ガスと化学合成生物群集や炭化水素流出、鉱物沈着などの間に関係があるのは明らかである。しかし石油や天然ガスの貯留層は メキシコ湾の広い範囲にわたり、地下数千メートルの深さにあるのに対し、化学合成生物群集は孤立したエリアで、数メートルの厚さの炭酸岩層の上にあるだけである。メキシコ湾北部斜面の厚さ10キロメートルになる、地層には岩塩層が含まれており、岩塩の動きによって影響を受ける。岩塩ドームも参照のこと。メキシコ湾での石油産出の主力は、 中世代、主に、ジュラ気候期から、白亜紀候期の層である。輸送艦は、水面から垂直に、約6から8キロメートルほどの長さに作られており、これで地中の石油や天然ガスを吸い上げる。一方、天然の海底表面への炭化水素の出現は、流出と言われる。地学的な証拠によれば、炭化水素と、塩水流出は、数千年も継続することがある。 浮力や圧力などの原因による石油やガスの地質中での移動は100万年単位のタイムスケールで行われる。炭化水素が岩盤の裂け目を通って流出する間に地層中で拡散することがあり、その場合湧出体生物群は広い地域に分布して数百メートルほどになることもある。これは熱水噴出口が局所的であるのとは対照的である。 ローバートは、流出速度が非常に遅い場合から早い場合までの状況を調査した。非常に遅い流出は、複雑な化学合成生態系を構成することはない。多くの場合は、単にバクテリアや微生物のマットを形成するだけである。大陸斜面上部の硬い炭酸塩岩の基層は、サンゴやイソギンチャクなど化学合成ではない様々な生物群による、 可能性がある。もう一方の極である流量が多い場合では、炭化水素の流出に流動化した、堆積物が伴い、海底から流出する。結果として、泥火山や泥流となる。この二つのタイプの中間に、密度の高く発展した、化学合成生体系を存在可能にするものがある。これには、バクテリアマット、チューブアーム、深海ひばりガイ、月ガイ、 オトヒメハマグリ、関連生物などが含まれる。これらのエリアはしばしば、ガスハイドレート層の表面かその近くに存在する。それらはまた、堆積岩化した海底にも存在する。その岩石はほとんどは磁生の炭酸塩屋だが、時々、重症石などの珍しい鉱物が含まれる。2006年現在、メキシコ湾北部で発見された。 冷水流出体周辺の化学合成生物群集、50以上存在する。メキシコ湾の石油開発のための調査中に、広い範囲の水深で多数の生物群集が発見された。その中には、メキシコ湾で発見されたうちで最も深い水深2750メートルの場所も含まれる。炭化水素湧出に依存する化学合成生物が、 報告されたのは水深290メートルから2744メートルの範囲であった。これは水深305メートル以下と定義されたメキシコ安心深海と言われる部分にほぼ相当する。化学合成生物群集は大陸方からは見つかっていないが、化石記録では200メートル以内の浅い海にいたものが見つかっている。この現象の説明としては、 捕食圧の変化によるものではないかと考えられている。50以上の生物群衆が外苑大陸宝石油開発に関して定義された水域にあることが分かっている。実際にはさらに存在することと思われる。発見された深度が限られるのは潜水の限界によるところが大きい。1000メートル以上潜れる潜水艇は不足している。 宇宙からの画像リモートセンシングの技法によってメキシコ湾北部中央に油膜の存在が示された。これはメキシコ湾に天然の石油輸出があることを示す。該当箇所の深度は1000メートルより深い。この研究はさらに多くの炭化水素に依存する化学合成生物群集があることを期待させる。最も密度の高い化学合成生物群集は 水深約500メートルの地点で発見された。これには発見者によって、ブッシュヒルという名前が付けられている。岩塩ドーム上に石油とガスの流出があり、チューブワームや遺外類が広く濃密に群生している。この流出体は、水深約580メートルの海底から40メートルほど流気している小山の上にある化学合成生物群集における ハイドレートの役割を重要視する説もある。固形ガスハイドレートの生物的な変質は、アメリカ海洋エネルギー管理、規制、執行局の研究スタビリティチェンジン、ガルフオブメキシコキモシンセティックコミュニティーズに詳しい。仮説によれば、ハイドレートの変質は、炭化水素放出の速度調節に主要な役割を果たし、また生物群衆の安定性に、 本質的な役割を持っている。ブッシュヒルなどいくつかの地点で海底水の温度のわずかな変化がハイドレートの分解を促しガスの供給を増加させていると考えられている。貝殻の化石性成論と岩石コアの研究によって全体的に生物群は500から1000年間以上も継続しているとの研究がある。いくつかの箇所が最適環境を 地質学的な期間維持している。500から4000年存続しているものもあるとの報告もある。また、群衆の構成種や栄養レベルは、時間を通じて、かなりコンスタントであり、個体数のみが変化するらしい。いくつかの場所で、群衆のタイプが変化したという事例もあった。また完全に消滅したものもあった。興味深いことに、 破壊的なイベントがあった後でリカバリした場合は、同じ動物群が占めるのである。大崩壊が起こったという証拠は少ないが、ムール街の生態系で2つの例が見つかっている。時間的に比較的安定である一方、生物群衆は、それぞれの地点によって独特であるという。実生鉱物の沈殿や、地質活動によって、憂出パターンは、長年の間に変化する。 しかし、7つの箇所で直接的な観察を行っているが、化学合成生物群集の生物症やその分布の変化は観察されていない。メキシコ湾で1986年に発見されたブッシュヒルでは比較的長い期間観察が行われている。ここでの19年の観察の間、大きな死滅や大規模な動物症候性の変化は観察されていない。 なお、化学合成生物群衆は、どれも、十分に海の深い場所に存在するので、嵐やハリケーンの影響を受けることはないと思われる。エンコ深海ヒバリガイは、以外の仲間で、メキシコ湾の冷水流出体の主要な種である。マクドナルドらによると、生物群衆には、一般的に4つのタイプがあるという。チューブワームが、支配的なもの、意外化が、 支配的なもの。乙姫ハマグリかが支配的なもの。また、訂正の付き合いか、話し合いかが支配的なもの。バクテリアマットはどの箇所でも存在している。これらの動物症のグループは、それらの集合の行きさつ、集団の大きさ、及び科学的環境を表す傾向がある。また、いくつかの点で、 それらに依存する従属栄養生物も規定する。メキシコ湾の冷水流出体生物群集では多くの種が発見されているが未記載のものがまだ多く残っている。チューブワームの個体は流出体で発見された2つの種では3メートルにもなるものがあり、また数百年も生きる。チューブワームに目印をつけて観察した結果によると成長率は様々だが、 13個体で測ったところでは、最大でも年に9.6センチメートル以下だった。平均では2.19センチメートルであり、片羽織虫の一種と思われる種では2.92センチメートルだった。これらは、熱水噴出口の類似種よりも成長が遅い。しかし羽織虫類の個体は、熱水噴出口にいる種類の2から3倍の長さにも、なることがある。 いくつかの環境で3メートルにもなるハオリムシの個体が採取されている。これはおそらく400年生きていることを示している。チューブワームの産卵は季節的ではないが繁殖は断続的である。チューブワームは私有遺体である。最近の発見ではメスのハオリムシの産卵は大型二枚貝であるアセスタブレジーとユニークな関係を持っていることがわかった。 この貝は、チューブワームの先端に位置していて、周期的な産卵の時、卵を食べる。この奇妙な関係は1984年に発見されたが、その意味は十分に解明されてはいない。実際に成熟したこの貝は、メスのチューブワームの近くにのみ見つかる。冷水流出体に住むメタン栄養性の胃外類の成長率が報告されている。 一般的に成長率は比較的高い。生体の以外の成長率は沿岸の似た温度環境の以外類と近い。フィッシャーはまた、妖精の以外が炭化水素湧出体では最初は急速に成長するが、生体になると成長率が著しく落ちることを発見した。それらは極めて早く生殖可能になる。個体も群体も極めて長く生存する。 これらメタン依存外は限定された化学物質要求を持っており、それはメキシコ湾の活発な輸出活動と深い関係を持っている。早い成長率の結果として何かの被害があった輸出体は急速に回復する。調査によると、以外はまた硬い機質も必要としており、適当な機質が増大すれば数が増える。 意外群生に常に二つの種が発見されている。一つは巻貝のバソナリータナチコイリアで、もう一つは小型エビのオハラエビである。これらの固有種は非常に高い環境への耐性を持っていると思われる。以外の群生とは異なり、化学合成的ハマグリ類の群生は低い死亡率と体積速度から新しい個体の加入なしに続くようである。 研究されたハマグリ類群生のほとんどは、不活動的で、生きている個体がほとんど見つからなかった。パウエルの報告によると、局所的なコロニーは50年以上の時間で活動し、絶滅と再群生化のスピードは緩やかである。これらの不活性な群衆とは、対照的に、メキシコ湾中央で最初に発見された群衆は、活発なハマグリ類から構成されていた。 自由生活をするバクテリアによるバクテリアマットもまた冷水流出体の特徴である。これらのバクテリアは大型生物の動物群と硫化水素やメタンのエネルギーを奪い合うかもしれない。また生産量の相当部分を担っているかもしれない。色素のない白色のマットは硫様酸化細菌の一種ベギアトアの種類であり、オレンジのものは おそらく未同定の非科学合成細菌らしい。冷水流出体の従属栄養生物の種は、流出体ごとに、それぞれ独自である。軟体動物、甲殻類など、流出体以外の地域でも普通にいる生物が、含まれる。近年の研究で分かったことは、流水域周辺の種は、予想よりもほとんど流水域の生産を、利用しないということである。また逆に、 腰織エビや、マオブネガイなどの同位体の研究によれば、それらの食物は、有水域と周辺の生産の混合である。いくつかの場所では、有水体の固有種の無脊椎動物は、すべての食物を有出体の生産物から得ている、わけではなく、50%もの食物を、周辺から得ている。赤道付近の冷水有出体 BR、ブレークレ霊ダイアピル。 BT バルバドス海溝 OR、オリノコ川周辺 EP、エルピラル周辺ニグナイジェリア斜面 GUI ガボン、オキギネス地域レギュラー、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国沖ノリガーブ、海底クボチレ水溶出体生物群衆は、西大西洋においてもいくつか見つけられている。バルバドスの水深1000メートルから5000メートルの、深帯領域にある、 泥火山とダイアピアへの潜水により、いくつかの生物群が見つけられた。またノースカロライナ沖のブレーク海嶺にも、ダイアピアがあった。より最近には、有水体生物群は、東、大西洋からも見つかっている。巨大な海底くぼの集合が、ギニア湾の近く、コンゴの深い海峡で見つかり、比較的小規模な海底くぼであれば、コンゴ周辺、ガボン周辺、 ナイジェリア周辺、また、カディス湾からも見つかっている。2003年、カディス湾の広大な泥火山では、化学合成生物群集が発見された。泥火山から採集された、化学合成二枚貝類は2011年に発表された。レース輸出台は、大西洋北部でも見つかっている。海洋生物センサスのプロジェクト。 深海化学合成生態系生物地理調査により、大西洋の水深400から3300メートルの赤道付近地帯で大規模な動物症のサンプリングが行われた。72の分類群が種のレベルまで同定され、合計9種もしくは複合種が大西洋の東西で確認された。大西洋赤道地帯の大規模動物症は、距離によってよりもむしろ深さに影響を受ける。 意外科の深海ヒバリガイは、大西洋で最も広範囲に分布する種類である。ブーメラン深海ヒバリガイは、フロリダ断崖、ブレーク海嶺大アピル、バルバドス深海、コンゴリガーブサイトで見える。エンコ深海ヒバリガイもまた広く分布していて、大西洋赤道付近帯に沿って、メキシコ湾からナイジェリア付近までいるが、リガーブやブレーク海嶺にはいない。 寄生性ウロコムシの有水エラウロコムシは、メキシコ湾、ギニア湾、バルバドスから見つかっている。他に、大西洋の東西から見つかっているものといえば、副足類のコルディジアプロバノイズ、オハラエビの一種のアルビニカーレスムーリから、深海コシオリエビ科のミューニドプシスギリー、ミューニドプシスリビで、おそらくナマコと思われるチリドタヒヘイバなどがある。 アマゾン川川口の海底線上地からも、冷水輸出体が見つかっている。地震波トモグラフィーの手法により、ガスの輸出、泥火山、海底窪地、含むガス層、深海炭化水素輸出などの存在が示された。この地域では、比較的浅い層にメタンガスが存在し、またガスハイドレートは広大な地域に存在している。また、 ガスを放出するチムニーが報告されていて、商業的な量には至らないが、ガスの埋蔵が確認されている。また断層帯の近くに海底窪地が発見された。アマゾン川川口付近での地層音響探知と地球物理学的情報はエネルギー会社に利用されている。他にも有望な箇所が存在する。例えば、アメリカ東海岸沖。 カナダのローレンシャン海底潜上地には、深度3500メートル以下で、化学合成生物群集が知られている。またより浅いギニア湾なども、将来の研究が待たれる。地中海で、還元型環境の生物が最初に見つかったのは、水深1900メートル、アフリカプレートの沈み込みをビジナカ海海嶺の上の、ナポリドロ火山である。頂上で、月貝や、 白ウリ貝が発見された。さらに、強制細菌を持つ、月貝の仲間るシノーマカザニが発見された。南地中海では、冷水流出体炭酸塩屋の環境に、多毛類と二枚貝類の群生が、エジプトとガザ地区近くの水深500から800メートルで発見された。ただし、生きている状態での発見ではない。自然のままの化学合成生物群は東。 地中海で観測された。先行艇による探査によって、小型2枚海、大型のチューブワーム、大型海面、関連のある固有種動物症など、水深1700から2000メートルの炭酸地予想の上に、様々な冷水流出体があることが観察された。泥火山が集まるの2つの地域が最初に探索された。一つは、 クレタ島南方の地中海海嶺の周辺で部分的にもしくは全体的に塩水たまりの状態になっている。もう一つはトルコ南方のアナクシマンドロス海山の周辺である。こちらの方は大きな泥火山が含まれる。また小さな泥火山も付属している。これらからガスハイドレートのサンプルが採取された。またその海底からは 高いレベルのメタミ湧出が記録されている。ナイル川の海底線上地は近年探索された。これらは非常に活発な塩水流出体を含んでいる。それはメネスカルデラと名付けられた。東地方の水深2500から3000メートルの斜面の中央下下方に海底くぼ地がある。同様に斜面の中央から上方の水深500メートルのところに 泥火山がある。5種もの、強制細菌を持つ二枚以外が、これらのメタンや硫化水素に富んだ環境で集団を作っていた。チューブワームの種類では、2010年にラメライブラキア、アナクセマンドリーが発見された。これは、地中海海嶺から、ナイル付近の深海まで群生していた。さらに、強制細菌の研究からは、白織飼い、月飼 チューブワームの持つ、硫黄酸化細菌などの化学合成細菌間の関係が分かってきた。また、小型外類と共生する細菌の高い多様性が分かった。地中海の有質体は、大型種の豊富さと、海面やカニの大きさによって特徴づけられるようである。これは、その他の当地中海深海のマクロファウナ、メガファウナの貧弱さと対照的である。 地中海の有質体生物群は固有の化学合成生物が含まれており、世界の他の地域とは種レベルで違っている。また、白ウリガイ属、深海ヒバリガイ属などの大型二枚貝類が不足している。地中海の有水域は大西洋とはメッシニアン塩分危機の後分断され、独自の生態系を発達させた。それは、 大西洋のハンアリ種や構造と異なっている。さらに、様々な場所で多くのサンプルを採取した調査が、地中海海嶺から東ナイル深海線上地にかけて行われた。2008年、レース輸出体がマ,ルマラ海で発見されたが、この科学合成生物賞は、東地中海のレース輸出体の科学、合成生物賞とかなりの類似性を示した。 南島海北東部の大陸斜面で、冷水流出体において、自然アルミニウムの発見が報告された。チェンラによると、この繊維は、テトラヒドロキシュドアルミン 34AL4 体から、バクテリアによる還元作用で、金属アルミニウムが生成されたものだろうということで、ある。日本近海の深海生態系は、海洋研究開発機構が中心となって、調査を行っている。 深海6500、海溝、ハイパードルフィンなどの潜水艇により、多くの熱水噴出口、冷水輸出体が発見された。日本周辺はプレートが複雑に組み合わされており、地質構造の活動性が高い。熱水噴出口、冷水輸出体の多くは、プレートの境界近くにあり、日本海溝、南海トラフ、琉球海溝、相模湾、駿河湾。 日本海などで発見されている。レース出体の構成種は、トガヤ属のレベルでは、他の領域と同様に、多毛類のハオリムシ類、二枚貝類のキヌタレガイカ、イガイカの深海ヒバリガイ属、ハナシガイカ、オトヒメハマグリカのシロウリガイ属などが見られる。日本周辺のレース流出体の多くの種は、固有種である。鹿児島湾では、 たぎりと言われるガス流出があり、周辺に、薩摩ハオリムシが生息している。ここの水深は80メートルであり、ハオリムシの住む地点としては、最も浅い。薩摩ハオリムシは、上圧下で長期間の飼育が可能であり、イオワールド、鹿児島水族館、新江ノ島水族館などで、飼育展示が行われている。また、生艦を透明にして観察する方法が、 開発されている。深海6500深海6500によって、マリアナ海溝で、マントル物質から栄養を取る白ウリガイ類のコロニーが発見された。他の流出域のメタンは、地殻中の有機物が起源であると考えられるのに、対して、この場合のメタンは、無機起源であり、化学合成生態系の多様性を示している。2011年。 東北地方太平洋沖地震の震源域にあたる日本海溝付近で潜水調査が行われ地震活動によるものと思われる亀裂が発見された。またメタン輸出も発生したと考えられバクテリアマットが確認された。ニュージーランドメインランド沖の大陸砲炭はいくつかの地点で不安定でありメタン豊富な輸出体があって炭酸塩岩凝固を作っている。 支配的な動物は、チューブアームと、白ウリガイや、イガイなどの二枚ガイである。数多くの種が固有種であると思われる。底引き網漁はこれら冷水流出体の生態系に、大変深刻なダメージを与える。2000メートル以下の水域にはまだ冷水流出体があるものと思われる。モントレー湾水族館研究所は、遠隔操作可能な潜水艇を使用し、 モントレーワン冷水輸出体を調査している。海洋生物センサスのプロジェクトの一つコマージュにより、地理周辺の調査がなされ、メタンュ出体や貧酸素環境の調査がなされた。それらの生態系の異質性は、局所的な動物症に影響されるということである。流出体の動物症は、月貝か、花し貝か、絹た貝か、乙姫ハマグリか、またタモ類の一種。 ハオリムシ、さらにもう二種のタモー類などが含まれる。さらに、チリ周辺沖の貧酸素地域にある、柔らかい還元型の堆積物の中には、主に大型原核生物から構成される多様性に、富む微生物生態系が構成されている。構成員は例えば、大型で、フィラメント状の、メガバクテリアと言われる、チオプロー家族、ベギアとは族や、 マクロバクテリアと言われる、様々な形質のもの、原生生物、小型の後生動物が見つかっているガイアードへ通る。ガイアードらによれば、シアノバクテリアの化石と見られたものの一部は、これらの微生物の活動の後ではないかということである。レース輸出体はまた、カナダ・ブリティッシュ・コロンビアのヘカテイ海峡でも見つかった。また、はっきりしない、動物症がそこにあり、 普通の動物症、例えばアヤボラ、イソギンチャクの一種メトリジウムゲガンテウム、外皮性の海面、キヌタレガイ族のソリミアレイジーなど、化学合成生物群衆を伴う、冷水有質体は、アメリカ合衆国の太平洋岸、モントレイ湾近くのモントレイ海底国の泥火山にも、ある。ここからは例えば、白ウリガイ族のカリプティジーのキルマライやワダツミウリガイ、 有効虫のスパイロプレクタミナバイフォーミスなどがある。南極海の深海調査は比較的少ないが、それでも深海域で熱水噴出口、冷水湧出体、泥火山などの生態系の存在が示された。研究は南極深海低生物多様性調査プロジェクトがなされた以外にはほとんどない。もっと多くの種が記載されるのを待っている。 チューブアーム群集の存在の有無に関する予測精度は良くなってきている。しかし、化学合成生物群集を地球物理学の技術を使って直接見つけることは難しい。現在起こっている輸出や生存している生物群集を確認するのは難しいのである。ただし、炭化水素輸出は化学合成生物群集を形成し、それによって 地質環境が影響を受けるため、間接的に探索することは、一応可能である。変化を受ける、堆積物には、以下のようなものがある。これらの変化は、音響探索に影響を与える。ほとんどのタイプの生態系の存在について、可能性のある地点は、蒸気の様々な地球物理学的情報を解釈する、ことで得ることができる。しかし、今日でも、 方法的には不完全であるし生態系の存在を直接目に見える形で探索する技術はできていない。サウスダコタ南西のピエール結眼。白秋後期の冷水流出体の後。冷水流出体の堆積物は県世代の地層を通じて見つかる。特に中世代後期から新世代にかけてのものが多い。これらの冷水流出体の痕跡は 小山城の地形となっている。ここでは、荒く結晶化した炭酸塩が豊富に見つかり、また、軟体動物の化石、湾足動物の化石が数多く見られるという特徴がある。This article, Inc., a public domain work of the United States, government from reference and cc by minus 2.5 from reference and cc by minus 3.0テキスト from the reference. ありがとうございます。